い、おめでとうございます。実は私今日指先を見せられないというか、足のペディキュアには自分の飼っていた愛するフレンチブルドッグの絵をですね、ニエリストさんに描いていただいています。なんかいつもその絵と一緒にいると、なんかその死んでしまった犬なんですけれども、一緒にいるような気がして、とても心強いんですね。そういうちょっとしたおしゃれ心も、なんか満足させてくれるニエリっていうのは、本当にどんどん皆様にもいろんなところでいろんな形でチャレンジしていただきたいし、私自身もこれからはまた別のこう、なんだろう、ステージというか、また年代に入った時にまた違う自分らしいネイルを見つけてみたいなというふうに思っているので、これからもいろいろと挑戦していきたい、そういうちっちゃなおしゃれを大切にしたいというふうに思っています。いつもはクリエイティブでアーティスティックなネイルされてますけれども、どうやってその発想が出てくるのか、はい、今回ね、年齢も年齢で41歳になってしまったので、ちょっと引き算で着たいなと思ったんですが、やっぱり女の子はキラキラしたのが好きということで、これもあれもと言っていたら気づいたらキラキラしすぎてしまったという感じでございますね。17年前で24歳なんですけど、気づいたらもう41歳になってしまったんですが、こう2006年、2007年、2008年と3年連続で賞をいただきまして、殿堂入りさせていただいて、もう呼んでいただけないのかなと思ってたんですけど、こうして特別功労賞をですね、理事長に作っていただいて、今日呼んでいただけて本当に嬉しく思っております。皆さんありがとうございます。最後に世界に向けてこのネイル、はい、まだまだ広めていただきたい甲田さんからメッセージお願いします。そんな大それたことなんですが、本当に女性はやっぱりメイクをして、ね、化けると書いて化粧じゃないですか。やっぱり美しくいる、やっぱ特権を持っていると思うので、もう最近だと男性の方もすごく指先まで綺麗にされているし、やっぱりネイルっていうのは男女関係なくいろんな人が楽しめるものなのかなと思います。なのでもう人々全ての方にですね、指先まで美しくいてほしいなと思います。私はまず男性爪先をいつも見ておりますだってね、ご挨拶するときとかね、握手したりするじゃないですか。そのときにやっぱりちょっとね、爪先、そうですよね、指先ちょっとやっぱり汚れてはるとちょっと気になったりするんですけど、でもやっぱり指先まで、ね、やっぱ男性のことはいつも見ているので、ぜひ男性の方も女性の方もそうでない方も皆さん指先まで美しくしていただけたら嬉しいなと。そして受賞者の皆様方、ではプレゼンターの皆様お願いしてよろしいでしょうか。素敵な笑顔の花が咲いておりますけれども、受賞者の皆様方、トロフィーがよく見えるように、あと、ゆうちゃみさん、はい、今日すごく元気そうですけど、はい、体調の方はいかがですか。お騒がせしました、本当にお騒がせしました。ちょっと腸炎で入院して、そうです、お腹めちゃくちゃ腫れて大変で、もう意味わからんぐらい痛くて、この世の終わりかと思うぐらい痛くて、ちょっと死んでたんですけど、ちょっともう一昨日ぐらいから復帰させていただいて、ちょっと元気にやらせていただいてます。ちょっとよろしくお願いします。まずお騒がせしました。今の体調をギャル語で表現すること今の体調ギャル語でですか。なんやろう、でもキャパイですかね、やっぱり。キャパオーバーです。あ、はい、キャパオーバー、そういうことか、はい、キャパオーバーするぐらい元気です。あ、元気ですもう分からへんくなってきた、そういう言葉が。本当です。ゆうちゃみさん、はい、2年連続ということでおめでとうございます。はい、ありがとうございます。3年連続取るとですね、はい、殿堂入りなんですけれども、はい、殿堂入りへのこの意気込みと作戦、そして作戦ですね、作戦ですか。
いやでも本当に狙ってます。3年連続殿堂入りさせていただくとか、ほんまに私からしてもめちゃくちゃおこがましいなと思っちゃうんですけど、でもその3年を殿堂入りになれるように、今日もいつもやってくれてるネイリストさんも来てくれてるんで、そういう人と一緒に頑張りたいと思います。ありがとうございます。これは、はい、殿堂入りの先輩としてですね、アドバイスがあってお願いします。パイセン、でも自分らしく、なんか自分がやっぱね、はい、美しい、人によってやっぱ美しいの、ね、基準が違うじゃないですか、はい、だから自分らしく、はい、ゆうちゃむちゃんっぽく、はい、ぜひ3年連続撮っていただきたいなと、はい、撮ります、思います、めっちゃ応援したいと思います。ありがとうございます。